ライテムの準備の入れ替えってあ、並びかこれか。あ、そういうやつ。いや、そういうんじゃなくて、こうやって、ああ、自由に並び替えできねえのか。それは退化したな。そういうんじゃないんすよ。そうですか。そこの仕様は変えてほしくなかったね。残念。クロマツ補給。またターンと買いに来るから、バーバー。また来るから、バーバー。ね。せっかくだから拾っていくか。のちげつ。もうほぼ敵いないだろうし。おお、カフカフ。下おる？あ、まだ何匹かおるな。もうこの辺やめとこう。ちょっとまず今回の目的を果たそう。まだいた！まだいた。あ、そっか、俺落ちたんだ、そこな。だからだ。いい声出すな、君や。いや、ちょっと足元が全然これ。ちょっと待って、このなんかいらないもん外そう。へえ。まあもう一回攻略することになるんだが、いいよ。まず目的を達成しよう。二度手間だけど。それが確実。ちょっとか、どこだ、どこで落ちた、さっきや。もうちょっとさっきか。おるな、あいつだな。いやー、怖え。めっちゃ怖い。まだロックンできない。下。オッケー。まだいるな。お。名もなき。この辺にさ、いるんじゃねえかな。腐敗人いないか。さあ、ギリ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 ロックオン。オッケー。あれ、オッケーで、俺やろ。俺な。落ち着いて黒松で処理。はい。いっつ。うるさい。トカゲタンとかいるけど、あれ深追いす、ちか、それね、取ろうとすると死ぬんで、で、微鉱石は奴隷に全く関係ないので。いいです。うわ、ここ何、どうなってんの、これ登れんの、これ。おお、
いやーこの辺ちょっと足場悪意増したなマジで。なんだ、なんかカイカイしてたな今。おいで。うっ、はい、落ちた。オッケー、無理か。これ塗ってたら消えるよな多分な。これで倒すしかないな。いらないんだけど、まあ、取れるんだったら取ろう。この貧乏根性が奴隷たるゆえんよ。どうだ、ダメージ1ずつ削られる気持ちはどうだ。ん、気持ちいいか。ん、人差し指痛くなってきた。早く死んで。ちょっと持ち方変えよう。ピアノ連射、ピアノ。まだ、こんなことで後ろからなんか来ねえだろうな。あーやっと死んだ。ピッコー石の塊1個あたす。危ねえ、もう落ちるとこだったぞ。気抜くな。はい、まずはい、初速開通。はい、これでも大きく前進。ただこのルートやっぱ蚊がね邪魔すぎるし、万が一足滑らして落ちると落ちどころが悪かったりすると、あの村長たちの餌食になっちゃうんで、できればトゲピーをやっつけて、トゲピーの要石からバーバに行くルートが一番望ましい黒松ルートですね。なのでまあ一応前作じゃない、原作では最弱のボスとね、の呼び声高いトゲピーなんで、どうですかね、そのなんか汚名返上するために激烈パワーアップしている可能性もゼロではないので、ちょっとまあ油断せず、もう惜しげもなくまた黒松で、まあ、ただほんと腐れ谷はね道中が厳しいので、その分ボスがね弱いっていうところでこのエリアのバランスを保ってるようなとこあったので、その辺を組んでいれば僕らの知っているトゲピーである可能性高いですので、どうでしょうか。ちょっといろいろアイテムあるんだが、もうちょっともう突撃します。突撃トゲピー。さあどうなってる、俺のしてるトゲピーか。お前はうわー、なんか頭からなんか出してんぞお前。やべ、なんかちょっと後ろ取れないな。切れた。うわ死んだ、マジ。なんか後ろすごい取れない。アンドなんだろうな、すげえやじ、まあいやでも勝てる。ちょっともう一回行こう、もう一回トゲピー。じゃあショトカオ行きますね。ノーマル松屋に、あれなんか結構減ってたかな、ヒットポイント。よく見てなかったな。見ろよ。一番大事なとこだろお前。
あ、ほら。あ、やべえ。あー、またトカゲちゃん出るんだね。でもいいや。これ塗り直して、あれ、はいいやと言いながらやはり諦めない俺。ここにはまって、おお、純粋出た。諦めなくてよかった。切れてる。灯を灯した俺直は本当にもう松明だな。あ、消えた。めっちゃ明るいね。さあちょっと蚊、あ、まあ先にあいつか。22個トゲピー戦、多分うまくすれば5個6個でいけると思うんで。あ、まだ、やべえ、書いた。か、見えてなかったよ今。一発。もう一匹はいない？いない？もういない？いないね。あとは来ないで。ナイスくない？投げる時のこの声いる？なあ。肩回りは出ちゃったな、微光石。肩回りじゃねえや、純粋。奴隷には全く不必要な石が出てしまいました。あ、6個外れんな。ギリギリすぎてあれか、ちょっとバックしてんのか。ゲイ、もう1匹いるよな。おる、ちょっと死角だな。は、チケな。うわあ、上あんなに居住区が、すごい。腐敗人ホテル。バージョンアップしてんな、ホテル。ゼリー行っちゃうか。ここは、もうちょっと、塗る作戦で行きたいな。さようなりー。ゴー。離れて。だね。切れた。待って。うえ。早塗り。
うえー、当たるんかいそれ。後ろ取れ。なんか引っかかってんな。あーちょっと怖かった今。ダブダブ。なんかその当たり判定がやべえ。あー間違った。まあいいや。若干強まったなトゲピエ。逃げて。炎耐性も少し強まったな。もっと火に弱かったんだけど。はっ、何に当たった今。切れた。何その粉、粉やめなさい粉。おっしゃい。ふー、黒松ビクトリー。いやー、あ、これまとわれてる感じか今。あ、黒いあれじゃなくなったんだね、白になったんだ。まとわり攻撃なくなったなと思ってたらまとわれてたわ。あ、それであれかな、初回グイグイヒットポイント減ってとかだったかな。意外とゼリーは当たりだったかもしれないでしたら。この辺に、それか。わあ、ヒットポイントバー伸びたな。あ、ここどくんの？マジ？今の何？え、その攻撃何？ダッシュ攻撃？さあ、イカちゃんのところにね、もう行けちゃう状態になりましたが、ちょっとちゃんとね、しっかりと担任にも攻略したいので一回戻って、まずバーバルート開通ってことで、ちょっと一安心だな。まあそんなね、あのなんていうんですかね、こう楽なルートではないんですけど、まあうまくすれば一度も戦わずにバーバンとこまで到達できないけど、下手するとバーバンとこまで一人ついてきちゃって、で最悪ね、バーバンに攻撃当たって敵対するっていうね、それもうアウトなんで、もうこの縛りにおいてバーバンが敵対したらもう詰むんで、詰みはしないけど相当に面倒なことになるので、はい、それは避けたいということで、どうしようかな。とりあえず戦利品を預けて、じゃあちょっと黒松の在庫を増やしたいので、またマラソンなんだけど、生身なんだよな。生身でマラソンしたくねえよな。でもしょうがねえよな、死なないように。今35,000、黒松を、はい。で、ちょっとね、今ね、計算してみたんですけど、ちょっとワンマラ、いくらだっけね、3500から4000ぐらいだったような気がするんですけど、ワンマラ、それだ、まあ、3500だとした場合、今ね、あの、半月、後月、満月、松屋に黒松屋に区内、これをトマスと自分の所持、ともに、フルマックスにするためには、一回のマラソンでソウルが3500だとして、124マラ必要ですね。はい。で、ちょっとワンマラ、ちょっと何本だったか、ちょっと確かめに行きます、今。
さあどうだ、一応今プラス3314って出てるけど、今元が35807だったから、40399、10000ね、4592、まあ、4500としておきました。3500はちょっと少なく見積もりすぎてましたね。なのでそれで言うとあと96マラ必要ってことですね。ソウル量で言うと43万1400ソウル必要ですね、あのフルマックスにするのに。はい、だからあとまあ40万ソウルぐらい必要なんで、でこれをね一気にも全部もちろん集めようとはしないんですけど、まあ、目安としてちょっと計算してみました。